みんなで年賀状ください。嵐が出演している年賀はがき CM の第2弾が先ほど解禁。普段クールで落ち着いた雰囲気の大野さんが猿耳スタイルというなんとも微笑ましい CM になっています。唐突ですが年賀状ください。くださいというからにはそりゃ書かないと。出しましょうよ。そりゃ年末忙しいよ。だよね。でも猿年だよ。ぜひ猿で年賀状ください。また二宮さんが主演を務める映画をテーマにした CM も作られています。唐突ですが年賀状ください。思いを伝えるってさ大事だよね。最近見た映画の影響かな。あれね、見ちゃったか。映画もいいけど年賀状ください。年末忙しいよ。どちらも今日から放送です。ぜひ猿で。嵐の大野さんが猿に変身です。唐突ですが年賀状ください。くださいというからにはそりゃ書かないと。出しましょうよ。そりゃ年末忙しいよ。だよね。でも猿年だよ。ぜひ猿で年賀状ください。来年年男となる嵐の大野さんがスーツ姿に来年の干支猿の耳をつけて撮影に臨みました。クールで落ち着いた雰囲気とチャーミングな猿耳スタイルのギャップにメンバーもクスクス笑いながら楽しそうに撮影を行っていました。横にゆるーく揺れるダンスは5人とも息ぴったりでしたが、1人だけ猿耳をつけて踊る大野さんにメンバーは笑いをこらえるのに大変だったそうです。続いてはつい先ほど午前4時に解禁されたばかり、嵐の大野智さんが猿になってダンスを披露です。唐突ですが年賀状ください。思いを伝えるってさ大事だよね。最近見た映画の影響かな。見ちゃったか。年賀はがきの CCM に出演した嵐の5人、突然年男の大野さんだけが猿耳姿に変身。ぜひ猿で年賀状ください。大きな猿耳が落ちないよう極力動かないように立っている大野さんでした。唐突ですが年賀状ください。思いを伝えるってさ大事だよね。最近見た映画の影響かな。あれね、見ちゃったか。映画もいいけど年賀状ください。唐突ですが年賀状ください。くださいというからにはそりゃ書かないと。出しましょうよ。そりゃ年末忙しいよ。だよね。でも猿年だよ。ぜひ猿で年賀状ください。